こんにちはテンバーアカデミー堀秀です今日はね80過ぎてからプロ,プログラミングを始めてアプリを出したらこんなことになっちゃったというねこの記事を見て初めは全然、えー、このタイトルだと控えなかったんですけど中身読んでみたらね非常に素晴らしいなというか、まあ、私が長年、えー、テーマとして取り組んででもなかなかね、えー、私の言葉 ボキャンの少なさだとね伝えられなかったの適切なというかねこのテーマいいなとこれでしばらく行こうと思うねいい言葉に出会ったんでご紹介したいと思いますこの方はね八十過ぎてからプロ,ミプログラミングを始めてで、えー、アップルに招待されてね三、えー、ンノゼで、えー、そのイベントに出てきたと七十二歳も下の十、えー、0歳のね友達もできたというような話なんですけど まあ、何よりも私が素晴らしいなと思ったのは、この言葉です。頑張らなくてもいい。なんとかなると信じる力と。ね。大、え、体、ー、ね、えー、私は、頑張るとか努力とか根性、この言葉ほどね、えー、課題評価されてるもんはないんじゃないかなと、えー、常々思ってます。ただそれをね、えー、私みたくね、えー、とんでもない人間が言っても、なかなかね、えー まあ、すごいとは思うけど、関係ない話だね、というようなところでね、終わっちゃうと思うんですけど、そうじゃなくてね、まあ、この方はもちろん普通の方じゃなくて、素敵な方なんですけど、え、まっとうな方も、これ言ってるんだなと、ね、頑張らなくてもいい、なんとかなると信じる力、大抵ね、頑張んなきゃどうにもならないとかね、根性がないやつは何やってもダメだとか、そういう話になるしね、え、昨日より今日、 今日より明日、少しずつ良くならないとね、えー、人間、えー、現状維持は堕落してんのと一緒だとか、まあ、何しろね、えー、向上しろ、向上しろ、頑張れ、頑張れというのがあってね、まあ、ちょっとそれは違うんじゃないのかなと。ね、もちろん頑張、頑張る必要がある人とかね、えー、頑張るのが得意な人は頑張るでしょうけど、まあ、普通の人間はね、そもそも頑張んのはしんどいと。だから、頑張んなくてもね、えー、なんとかなることで生きていけないか。ね で、こんな適当な私でもね、えー、のとね、生きてますと。まあ、昔からね、お前は世の中を舐めてるとかね、えー、まあ、なんでしょうね。普通に真面目に取り、物事に取り組んでる方々見たらね、えー、まあ、えー、忌まわしいというかね、えー、非常に、えー、嫌われてきました。それでもね、ね、えー、だってその、頑張んの嫌だよと、ね。えー 頑張,頑張ればできるのはわかるけど、でも頑張らなくてもできる方法がある,あるはずだ。あるいは頑張らなくてもね、えー、楽しんでできることがあるはずだというのをね、えー、ずっと思ってたし、インターネットでね、こ動画を作ったりブログを書けるようになってからそういうのをね、たまに書いてたんですけど、ただ、この言葉ほどね、えー、こう、響くというか、いいなと思った言葉はないですね。頑張らなくてもいい。なんとかなると信じる力。 まあ勇気とかなんとかっていうよりね、この言葉の方がね、もしかしたら伝わりやすいのかなと。私はなんかね、これあの、手帳に書いて座右の銘にしたいぐらいね、え素敵な言葉ですね。あの、頑張んなくても何とかなると信じる力っていうのは非常に重要だと。ね。頑張んなきゃど,どうにもなんないと思ってりゃその通りになりますし、そんな頑張んないけどね、確かに、ね、根拠もないけどね、でもなんとかなると、 いう気がしてるんだよと私はね、田舎を出て家出しちゃった時もね、海外にノーノーと行っちゃった時も、一、まあ、人のみならずね、ね家族全員連れてね、全員たって嫁さんと娘ですけど、連れてオーストラリア行った時もね、世間一般の基準から言ったらね、そんなんでどうにもなるわけないだろうというね状態で言って、 それでもオーストラリアにはね、3年半住んでましたし、またオーストラリアアマゾンが始まったらね、また住もうかなと思ってます。まあ、そんな風に英語もできない、金もない、ね、仕事も、まあ、行ってから考える、ね。まあ、その程度でなんとかなった。ただね、それをね、えー、何事も、えー、飛びすぎてるというかね、えーな、なんかとんでもないことを常にやってる私だと、 いまいち、えー、共感を得られにくいと思うんですけどね。まあ、逆にこの、えー、頑張らなくてもいい。なんとかなると信じる力。そしてね、えー、この方の、えー、こう、81歳のシンデレラが見る夢と、ね、いう、まあちゃんって言うんですけどね。まあちゃんの言葉とか、まあちゃんの奇跡だったら、えー、より共感する人がいるのかなっていう気がしましたんで、まあ今後はね、ちょっとその、普通の人にも、えー、 イメージしやすい形で頑張らなくても何とかなると信じる力、ね、を、えー、伝えられたらいいなと思いました、ねえー。転職とかね、もっと気楽に行きませんかとか、えー、いろいろずっとネットで情報を伝えようと思った時からそれが伝えたかったんですけど、まあなかなかね、えー、どうしても私が喋ってもホリエモン系のね、えー、伝え方になっちゃうんで、 まあ、ごくごく一部の、ねえー、方にしか共感を得られないとで。共感得られないのはいいけど、そもそも伝わってないと。頑張んなきゃどうにもならないと。モチベーションどうやって上げるとかね。向上しなかったら堕落と一緒だと、まあ。そうじゃないだろうと。これいいですよね。頑張らなくてもいい。なんとかなると信じる力っていうのを、えー、つけるね。えー、一人でも、まあ、それを信じることができるようになれば、えー、いいかなと思いますので。 今後ちょっとね、動画なり情報発信の方は、この、これをテーマに発信していこうと思います。あの、頑張らなくてもいいっていうかね、頑張ろうと思ったけど頑張れないとか、三日坊主とかね、それ全然普通なんで、だからダメだってなっちゃうんじゃなくてね、それでもなんとかなると思えるこのね、明るさというか、能天気さというかね、朗らかさというか、そういうのをね、えー まあ身につける人が増えると、まあ、世の中はね、良、えー、くなっていくんじゃないのかなという気がしますんでね、えー、それをね、えー、しつこくしつこく発信していきたいと思います。以上、まとまりがいまいちつかなかったんですけどね、えー、頑張らなくてもいい。まあ、これでもなんとか伝えていけると、まあ、信じる力でやっていきたいと思います。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。